武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山形大学の小論文の勉強について話していきたいと思います。小論文ですが、人文、地域教育、理学部でそれぞれ出題が、されており、人文は、時間120分、で、回答する形で、地域教育は、時間、90分、ですね。で、理学部が時間120分という形になっています。で、どこもですね、その学部学科に、根ざした内容を、聞いてくる、プラスですね、設問が、まあ、短いものもあったりという形で誘導に乗って答えなきゃいけないような問題と、あとは違憲論述、が出てくるような形となっています。特にその理学部、の問題がですね、資料の読み取りがかなりあり、また資料そのものを、まあ、与えられた他の資料をもとに埋めていくような作業もあったりはしますので、割とその学部ごとの誘導に沿って合わせて答えていくような形なので、小論文そのものの勉強プラスこの過去問に慣れるという練習が必要な形式になっております。小論文の勉強そのものに関しては、小論文の完全攻略本など小論文の書き方の本と、あとはその学部学科ごとの、まあ人文系や社会科学系、自然科学系のネタ本ですね、を使って、まあ、その知識、および要約練習などをして、まあ、違憲論述に、対応ができるようにしていく。で、合わせてここの過去問をやり込んで、どういう作業をしていけばいいのか、っていう点をですね、しっかり学習するようにしてください。まあ、ちょっとその小論文だけ書ければ解けるというものではなくて、っていうの部分があるので、そこが最初になれないかと思いますが、別にその難しいことを要求されているわけではなくて、まあ、その例えば理学部の地球環境なんかだと、その計算をしなきゃいけない問題などもあるんですが、その計算そのものは小学生、中学生でも求められる程度の計算式だったりはしますので、こちらはまあちゃんと、あ、こういうふうに解けばいいのねってことさえ分かれば十分対応できますので、そういった部分どうすれば解けるのかってことを考えながら、進めていくように心がけてください。以上が小論文の勉強となります。